北朝鮮メディアは朝鮮人民軍創建85周年を祝う史上最大規模の攻撃演習が金正恩委員長立ち会いのもと行われたと報じました朝鮮労働党の機関紙、労働新聞は300余りの長距離砲などが海に向かって一斉に砲撃する写真などを掲載しました。軍ののの以来最大規模でで行われた今回の訓練では潜水艦の魚雷攻撃や 戦闘機による爆撃などが行われ訓練は成功したとしていますキム委員長が誇らしい欠実だ100発100中だと述べたと伝えています今回の演習について北朝鮮はアメリカと追従勢力の頭上に懲罰の放火を浴びせ極悪非道な敵の倉窟を滅亡の墓にすることを力強く示したと強調しています